スイートウォーターの政府が我々ネオジオンの政権を承認するのにさほど時間はかからなかった。連邦は我々の艦隊に対しまだ軍を届かす気もないようだ。きっとロンドベルにいるアムロは歯がゆい思いをしているだろう。ララス、意識が永遠に生き続けたら拷問。私は永遠にあなたたちを見ていたいだけ。そりゃエゴだよ。私は永遠にあなたたちの間にいたい。シャアは否定しろ。彼は純粋。純粋だと。情けないモビルスーツと戦って勝っても意味がない。ララースーンは敵対するアムロに求めていた優しさを見つけた。あれがニュータイプ同士の共感だろうとは分かる。だが、バーバーワクーへ進行中の連邦の艦隊、その中にあの木馬の姿もあった。キシリアの艦隊は艦隊特攻に命じ、モビルスーツ戦でこれを殲滅する作戦に出た。ララ、先に行け。ザクは私が引き受ける。はい、大佐。なぜなの？なぜ遅れて私はあなたと出会ったのかしら？
あなたと出会ったからってどうにもならない出会いなのに。しかしこれは事実だ。認めなくちゃいけないんだ。出会えば分かり合えるのに、なぜこういうふうにしか会えないのかしら。あなたは私にとって遅すぎて。僕にとって突然すぎたんだ。人同士ってこんなもんなんだよな。こんな。ララ、やつとのざれ言はやめろ。プレッシャーをかけると落ちろっしゃ。ニュータイプへの覚醒などと。ガンダムは倒せん。なら、私を導いてくれ。